高章寺は、京都市下京区花園町にある、新宗教制派の本山の寺院。三号は、沿道山。西本願寺の南隣に位置する。かつて西本願寺の脇門跡であったが、1876年に、新宗教制派として独立した際に、同派の本山となる。住職は、門主の花園や。本山だけあって、大伽藍であるが、 壮大な西本願寺の南に隣接しているため、一見西本願寺の柄の一部と見まがう。上元元年先週年仏は禁止され、浄土新州の州祖である新蘭は、越後国に配慮されたが、権略元年に赦免された。自伝によると、新蘭は赦免された、翌年の権略2年に、京都に帰り、山城国山品里に一位を創建した。そして、 新蘭はこの寺を、弟子の神仏商人に任せると、阿弥陀仏の本願を広めるために、関東行家に旅立ったとされている。その後、純徳天皇から、聖徳大使にまつわる、交流消防の直眼を賜り、これにより、事業を、交渉時とし、新州年仏宣布の根本法上としたという。しかし、神仏は新蘭が、 関東教家に遊行した際に下谷国に建てた、千秋寺を任されるなど、親鸞が山品に、交渉寺を建てたとするには、根拠が乏しく、一般的には、越後より、直接関東へ旅立ったとする説が有力である。交渉寺の自伝では、第七世良源によって事実上創建されたと、みなされるが、実際には、京都の五条西の党院にあった。 新蘭の重房を原稿元年頃に、両元が移転するなどして、寺院として開いたのではないかと言われている。両元はもともと大仏家の家臣に仕えていた中間の出身で、関東の荒木門徒に属していたとされ、前述の新蘭の京都機関説も、道門徒が主張していた説と見られることから、彼が京都機関後の新蘭が、西の東院の重房にいたと考え、 山品の地に同胞を移転、復興させたとする考えを持っていたとする見方もある。火力三年前後、両元は教家活動の拠点を旧仏教の盛んな地に移すべく、寺本を落刀のシルダに移し、光明本尊、栄形図、名帳を用いて、西日本一帯の布教活動に力を入れた。この頃、阿弥陀仏、三寺の直後を、 五代醐天皇より賜っている。この事後は、五代醐天皇が、東南の方向から一筋の光が差し込んでくるという、夢を見、その光が発せられた場所から、高章寺の盗まれた、阿弥陀如来の木像が出てきた、という霊言に由来している。また、これを縁に、山品より、落東渋谷に寺本を移したとも言われる。一説に、高章寺は、 聖徳大子が作ったとされていた、病屈下の一節から、両元が本願寺、第三世、各女の許しを得て命名したものの、両元が各女から偽絶された長男の有りを庇護した、ことで、各女と決別した際に、本願寺から与えられた定裁を取っていた、高小寺の事号が使えなくなったために、光明本尊にちなんだ、仏光寺の名を、 ありかくの許しを得る形で命名したとされる話もある。後年、本願寺に帰属した仏光寺の人々が交渉寺の名称を復活させたのも、この名称が本願寺から与えられたものであったからとされるものである。その後、仏光寺はますます流盛となったが、それと共に天台宗延暦寺の弾圧が強まった。第十三世光郷の時には、 応仁の乱に巻き込まれ、書道を消失した。文明13年、第14世京合が共戦を拡大させていた、本願寺、第8世蓮如に帰依してしまうという事件が起きた。京合は、蓮京と法名を改め、山品京西野にある、山品本願寺に隣接する地に新たに、交渉寺として、寺院を創建し、 仏皇寺の有力末寺四十八坊のうちの四十二坊と共に本願寺派に帰属した。残された仏皇寺は、連郷の弟の京誉までが継ぐが、急激に衰えた仏皇寺派の寺勢は同等もしがたかった。連郷は、連女と力を合わせて、念仏偶通に奔走したが、天文元年八月、山品本願寺の戦いで、 山品本願寺と共に陛下にかかって、交渉寺は消失した。永六1 2年、交渉寺に、本願寺、第11世、兼女の自慢県村が入寺し、大阪本願寺の脇門跡に任ぜられる。この後、交渉寺は、本願寺と共に、織田信長と、石山合戦を戦うこととなった。天正13年第15世、 練習は幸いにつ,つが亡きを得た新鋭を愚伏して、大阪天満の地に広大な道社を排した天満本願寺と共に、宝刀を掲げた。天正十九年第十七世建村の時に、豊臣秀吉による都市計画の一環で、七条堀川にある自修四億派本寺の根高寺を移転させて、そこに本願寺と共に寺本を移した。このように、連郷以来、 甲州寺は、本願寺と行を共にしていたが、1876年、第27世本尺は、交流消防の身を挙げるべく、新宗教制派として独立し、東山に、新蘭成人の病所である霊山本病を混流した。ただし、本願寺派に残留した甲州寺末寺も少なくなかった。本堂は、寄港から128年の年数をかけ、 日光東照宮の本廟地音院の三門とともに、日本三建築の一つと称せられた、一つ未堂と呼ばれる壮大華麗な本堂であったが、1902年11月、不慮の火災により本堂その他ほとんどが、怪人に返した。第28世本常は直ちに再建の功を起こすが、その際、再建する本堂の形式を、 他の浄土真宗の本山寺院と同様の阿弥陀堂と、三影堂からなる、両堂形式とすることとした。1912年、現在の、両道伽藍が完成する。2018年、大阪府北部地震や、相次ぐ台風により、倒壊や損傷、倒木など境内各所に被害が生じた。中でも三影堂は地震により、 構造に歪みが生じており、立ち入りが禁止された。現在は修復に向けて足場を設けている。また、三影堂に安置されていた修祖新蘭成人の三影は阿弥陀堂に移され、法音校なども阿弥陀堂で行われている。なお、境内には交渉会館があったが、以前から耐震強度の問題があり、2018年の 大阪府北部地震の後に解体が決まり、解体された。第27世までは、新州法務役史による。ありがとうございます。